今日も陽太は酔っ払っちゃって。ネギ食べれる？あ、俺の財布が言うて、よーい、いやー来ましたね。もうちょい詰めれる？あ、来た。ちびっこギャングが。もうちょいそっち詰めれる？はい、もうちょいそっち詰めれる？あ、みんな行くよ、みんな行くよ。はい、はい、みんな行くよ。はい、はい、チーズ。入れろや。はい、オッケー、はい、めちゃくちゃブレた。はい、行けねー。あ、ブレまぐり、ブレまぐり。カメラをこうやった方が早い。あ、やってるやってるやってる。はい、始めましょう。はい、今夜はネガサナイトということでね。ナイトーナイトーイエーイ。はい、第2丁500段ということで、はい、はい、いや、2丁500段500回目だ。もう1回目、よいしょ、うん、はいはいはい、おー、まあ僕らもやっと2丁500歳ぐらいになったんでね。本当にね、本当にそれにしてもめちゃくちゃ若いね。若いねー、だいぶ若いねー。ねー、はい、突っ込んで初見です。あ、初見やってみんなガッツコレイエーイイエーイということでね。ガッツコ、LINE 書いてるから。うわ、 LINE の ID 教えて。 LINE の ID、 お、ランの書いてる LINE。 やっとやっと一番左イケメン来た。あざーす、一番左イケメン。誰だ誰だ、行かれたわ。俺か、あざーす、あざーす、俺か、どっちだどっちだ、じゃあ俺か。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。はい、ということでね、はい、今回ゲストでね、はい、ゆうのすけくんとランクに来ていただきましょう。イエーイ、まあ、ゲストはしねえな。イエーイ、はいはい、イエーイ、イエーイ。え、今年入って放送初、初です。初、ラム初か、初か、ラム初です。いや、なんかいつもいるイメージ。そうやね。で、なんかね、せっかく来てくれたからさ、あの、今年の抱負みたいなちょっと聞かせてよ。聞きたいね。うん、ちょっと聞かせてよ。俺の勘違いじゃない、これ前回俺が言ったと。いや、あの、じゃあ出てない、出てない、出てない、出てないから、出てない、出てないやろ、言っちゃった、出てない、出てないやろ。今年初だ、そう、今年初やから。まあだから今年の抱負、ちょっと教えてや。なんだろう、今年はだから来た初回全員と枕っていう、その、あ、来た初回全員枕、枕全員枕、枕、枕は俺食えない。あ、枕は食えない、枕は俺食えない、嫌いな、枕はしまくる。それ、ニンニク入れたやつ。ニンニク、枕はそう、食い相手がニンニク臭くても、あ、もう絶対クンにする。なるほどね。相手がワクラ食って後でも、でもクンにする。ちなみにやけど、ちなみにやけど、今年初よね。今年初よ。あー、そういうことだ。もうずーっと金髪は、あの、女殴りそう、それやばい、やばいよ。脇臭そう。俺の相当バカでたぶん。赤西人っぽい人いる。いたね。赤西人っぽい人。赤西らん、いないでしょ。赤に知らんか。チェックの人、声出へん。声も誰誰誰、それはカズ。俺か、俺か。チェックどっちかわからん。そこが要チェックやで、言ってね。おー、かぶった。かぶった。いや、やってるわ。はい、じゃあ次、ゆうのすけくん、はい。はい。次の、次じゃない、あの、今年の抱負。抱負。じゃあ、これね、大声で言っとこう。今年の抱負は、はいはい、寿司三昧。お、つばっちに言って、それもう一回。もう一回、もう一回、もう一回。寿司三昧。オッケー。グイグイグイ。あ、飲んでんの。これ、そう、それね、あの、反応に困る。いや、でも当ててよ。当てた、当てました。あの、今年の俺の抱負がどんだけツバッチを困らせれるかやから、合ってる合ってる。あ、じゃあ合ってんの、うん、一生困るよ。ニコ生出るのに困るでしょ、俺。全然合ってる、合ってる。困って、何もコメントができない、うん、そう、コメント、そう、うん、もうとりあえずね。え、けどほんまになんかないの、なんか一回ぐらいナンバーワンになるみたいな。いや、本当に抱負っていう抱負は、うん、
全然ランとか意識せんでいいから、もう自分のでいいから、うん、もうやっぱ一番は、うん、一番を取ることです。わ、うん、一番は一番を取ること、何の一番、何の一番、それでしかない。何の一番、何の何の一番、何の一番、何の一番、例えば同伴ナンバーワンとかさ、そうそう、初指名ナンバーワンとか、初回枕ナンバーワンとかさ、枕で行きたいね、枕で行きたら一番いいね。それちょっとスバッチェルもう一回言って、枕で行きたら一番いいっすよ。寿司三昧ぐいやめて、本当に待って、これあのオナニーになってるいや、いい、たまにはいい。俺が今年スバッチェル困らせてるのが豊富やから、まあ初見の人はごめんなさいね。でもまあ、ゆうのすけが枕で一番取るってなら、その上をさらに行く。いや、一個言って、一個言って、俺もオープニングこうやっとったから俺。いやいやいや、負けへんから。いや、でも赤に知らんが黙って、あー、赤に知らんがね。いや、だからあれよね、俺から言わしてみれば、その本当にあの枕で一番になろうとしてる人間と、そうじゃない、全然かかってこいなんだよね。寿司三昧アフターでして、空気感の何、読まれへん感じが、癖が、空気感、私も困らせて。じゃあ初見さんも来てるからね、初見さんも来てるから、そう、初見のこのコメントがどれか分からへん。そうだね、初見さん枕するよってカズが、うん、ごめんなさい、全然もう、あの脱いどいていいよすぐ行くから、終わったら風呂も入っといてあ、そこは潔癖そう、それはね、一応あーでも抱負はね、お互いじゃもう枕しまくると、しまくり、なるほど、しまくり、勝負しようと、しまくってナンバーワン、しまくってナンバーワン、なるほどなるほど、なおかつナンバーワン、ナンバーワン取れなかったら、ナンバーワン取れなかったら俺はもう一生、え、大丈夫、俺もうすでに30人抱いてるけど、大丈夫、30人大丈夫、たった30人やったことで負けないから大丈夫、たったたったの30人、ま、まだま、え、しょうもない、 まだ21日しか経ってないし、だ一人俺、ね、なんかね、掛け持ちしたの、一回掛け持ちしたり、その日断られたり、あんたと寝るぐらいならぬいぐるみと抱くわって言われた日もあったそうそうそう、それは第六トアから第六トアから飛びたくなるわ、逮捕って書いてあった、そう、はい、じゃあ初見ダメか、下ネタ嫌だ、初見やから自己紹介やろう、はい、じゃあ自己紹介いこうか、はい、リオの何はこと商売人カズです、よろしく、メカドックワンワン古いか言うてよっよっ、はい、じゃあ次、はい、リオの春夏冬と書いて飽きないと読みまして、飽きない言うとよろしくワンワン、かぶっとるやないか、はい、じゃあ最後一番面白いからどうしたの、こんな話して言ったのそれはもう俺がゲストなんだよすいません、リオの何でもできるやつ、お翼です、よ、趣味はバードウォッチング、よろしくワンワンワン、あーかわいい、ね、ずるいずるいね、うん、で、あとランクとユノスケくんです、よいしょ雑雑雑いや、言わしてほしかった、やりたいやりたいやりたい、かわいい、ありがたいありがたいありがたい、今すげえ考えつくる、何もかもまあそんな感じね、デブでも枕するの言われてんだよ、俺デブ無理デブは無理、あ、無理無理、第6と、あ、ほんまや書いてある、1秒で30人抱くと、それは無理やろ精子量産型か量産型、私も20人やった、あーまだ甘いわ変わんないけど、21と20珍しくメガドッグ、イオスさんが言ったことによって、あの157番の人がめっちゃあの病んでるんですよ、やばいやばいやばい、ツイッターフォローして、ツイッターフォローして、ダイロクトはやめて、お願い、よろしくえ、意味がわかんないんですけど、ユウとバースでお疲れよ、あ、ありがとう、お疲れ様です、みんな来てくれてありがとう、そう、あの1月17日ね、うちの主任のね、バースでやったんでね、はい、お疲れ様です、はい、ありがとう、あのみんなが来てくれたおかげで成功しました、ありがとう、よいしょ、だけど結構ね盛り上がってね楽しかったよね、もうベロベロでした ね、まあ詳しくはね、まあ補足で、あ、ただ補足全然更新せえへんけど結構時間変わりますよね、そう、いい波乗ってんね、お、ゆうと今日もいい波乗ってんね、ゆうと今日もいい波乗ってんね、ゆうと今
最近ネロの方が面白い。おい、つばっち。最近ネロの方が面白い。ネロファンやね。まあまあ、それはリオの楽しみは知らないでしょ。知らんねえ。ホースの遊びは知らないでしょ。そうやね、波の乗り方分かってないわ。確かに。ほんまに。デブにデブ言われてもね。はい、いや、俺デブじゃないって。いや、それから見とけよ。おい、いいね。なあ。いや、それから見とけよ。なあ、聞いとけよ。どんな女性がタイプ？はい。はい、俺はおっぱいがでっかい子。はい。はい。俺もおっぱいがでっかい子。はい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 、俺はおっぱいでっかい子。ああ、でっかい。はい。まあ、こう見えておっぱいがでかい子。はい。じゃあ、最後。最後。全部が大きい子。つばさん、今日も。いいのやってんねー、つばさー、今日もいいのやってんねー、つばさー、今日もいいのやってんねー。じゃあボンボンボンが好きってことね。お金の方もボンボンみたいな。あー、いろんな意味でね。わかるわ。いっぱいお金持っていこう。はい、ってことでね。はい、次、ネロの信者ではないですよ。だから純粋にネロの方が面白いって言ってる。あー、いいね。けどそういう火をつけてくれるのはありがたいよ。いいね。スパイってみよう。やかましょう。燃えちゃうね。リオファンでした。過去形。そういや合同放送とかやらへんの。それ楽しみにしといて。いつかやるかもよ、合同営業。あ、合同営業じゃねえ。そうね。おっぱいでかい子がいいんか。いや、実際はねえ、ちゃうやん、ね、今ボケやけど、俺はボケなしでおっぱいでかい子が好き。それガチ、うん、それはね、否めないね。否めない。俺4年前から聞いてるもん。そうやね。俺マジおっぱいでかい子大好きやんって一番好きって。さ、別にちっちゃい子が嫌いとかじゃなくて、理想ね。なんか女の子でいう、こう筋肉ある人が好きだな。まあ理想と現実はね、違うんだよ。違うからね。全然変わってくる。結局は中身、中身。そうそう、中身ですよ。だからその金銭取りで、あなたはいい子。中身とおっぱいがあれば完璧。中身とおっぱいあったらそれも結婚するわ。中身とおっぱいが結婚するね。結婚する、結婚する。中身とおっぱいがない子だったら、中身とおっぱい子がない子だったら、とりあえずおっぱい作ろっかって。あれ作ろうぜ、はいはいはい、ね、入れてくるしかない、もう時期多分 CM 入ると思うんだけど、うん、多分前半全部下ネタ。いや全然、おっぱいは下ネタじゃないから、あの、はい、聖域。あ、ね、そう、あの、聖、何、聖なるトーク、聖トーク、わかる、聖なる、聖なるトーク、そう、聖トーク、聖の字間違えんねん、聖なるの方やから。今のは、うまいこと言ったと思う。だからそんな俺、いい波乗ってるな。やれややれや、コール5杯はある、ね、やれや。いや、なんで5杯サンダーバーズ。いや、まだ CM 行かないから、行かないから。ガーズ、ちょっと待って、そのコールで来るの、そのコールで来るの、それはしらけすぎ、そのコールで来るの。はい、じゃあコメント拾おう。よし、流そう。いい波、波に乗ればいいと思ってそうって。の確かし、確かし、そんな変えてる、確かし、あるよ。確かし、ボンボンがええの、これつまっちゃう。そう、それボンボンがいいよ。そこから行く。ああ、来たね。はい、グレーゾーン。はい、じゃあ俺が飲んだら CM 行こう。いい、はい、CM お願いします。はい、なんで、なんで CM の間飲まなあかんの。君も今日からラブの一員さ。何なんだ、何すんだ、正解はフリーメイソンでした。やかましいよお前。
ちょうど多分寝かさないとトニーかぶってた、かぶってた、何も見えない、かぶってた。いや残念やったな、これは。はい、ということで、ね、今回の企画用意しましたね。はい、今回の企画こちら、デレン。はい、文字いってみよう。俺のくれ。はいはいはい、はい、俺のがない。はい、後半の企画ね。はい、こちらです。はいはい、どんどん配って。はい、それではね、前回リオの方ね、見てくれた人は分かるかもしれんけど、まあ要はもじりますよということでね、何をもじるかというと CM ソングもじっていきたいと思います。はい、ということで、じゃあまず最初はお題がこちらです。はいはい、ね、100回目のアコームね、俺100回借りたからね。ということで、リアルのやつ、リアルのやつ、リアルのやつ。はい、初めての初めてのアコムをもじってください。で、できた人はこれチン鳴らして。あーあー、これ痛い。あ、ごめん、今シロシロして、ごめん、ほんとごめん、ほんとほんとごめん。あ、ならへん。はい、ということで、はい、じゃあできた人からどんどん行きましょう。フリーメイソンに謝れ。はい、来ましたね。はい、あ、じゃあ準備はいいですかね、スタッフさん。で、ちょっと前置きあるから、あと結構早いからね。はい、じゃあ行きましょう。あ、いいっすか。いや、ラ、ラ、はい、いいよ。いいっすか。はい、かつつばさゆうと。これなんか聞いたことあるぞ。え、なんか俺ないっす。な、あ、ないない。じゃあカチーン、はい、じゃあ初めてのなんとかなの。いや、別、じゃあチーンで、た、流してもらいます。はい、いきますよ。3、2、1。あー、別のリーを。マジねえの。一個言っていい。これタイミングは難しい。視聴者の皆さん、一個言っていいですか。かなりグダっております。グダっております。タイミング、そこをうちのツバッチが元に戻してくれます。はい、行きましょう。はい、はい、つまち、いいよ。3、2、1。はじめての翼。全然思わないや。いや、初めての枕が翼だったって。ああ、なるほどね。はい、どうぞ。え、俺多分初めてのからさ、全部いいよ。じゃあ、はい、いいっすか。いいよ。酒飲むよ、翼。グイ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 。って、見え、かぶっちゃった、ちょっと。あ、かぶっちゃった。いや、全然ダメ。あ、じゃあ僕いきます。はいはい、もう全然おもんない。やっぱこんぐらいいかんと。いいっすか。3、2、1。はい、巨乳だね、あなた。ほら、来た。わかる。ほら、もう、あの下ネタ終わりじゃなかった。いや、だから言ったやん、父は下ネタじゃないから。聖なる息、正統期。おぉ、ランガ行ったよ、ランガ。はいはい、はい、あ、来たよ。はい、行こう。3、2、1。貧乳も好きよ。ちょっとね、合わせて曲に。はい、ということで、はいはいはい、次行こう、次。はい、ということで、アコムはね、まあ、あのご利用は計画的にということで。そう。はいね、発言も計画的に。終わっちゃった。発言も計画的に。そうね。はい、アコム終了ということでね、はい、あ、打ってくれたね、アコム終了。では、コメントもずっとやって、声いらへんのちゃう。あー、なるほど。枕好きかよ。それは面白いの。なるほど。あとね、一個だけ言いたいのが、これ叩かれてもいいんだけど、ちょっと意味わかんないわ。もう言っちゃダメだよ。絶対に言っちゃダメだよ。一個だけ。まあ、今俺はネロに負けてるからさ、ちょ、ここで挽回せえへん。あー、確かに、確かに。じゃあ次の、本気だぞ、俺ら。次の持ち、はい、こちら。はい、これ分かりやすい。あ、ね、博多の塩ね、女の子の塩。あ、違うか。はい、これね。はい、これもじっていきましょうということで。はいはいはい。自分で言ってください。うまくない、めっちゃうまくない。でも俺が言ったら、はい、はい、じゃあ言うとね。はい、いきましょう。3、めっちゃうまくない。カズ言えなかった。ちょっとタイミングが分かんなかった。リオグルカズ。あー、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。座布団1枚、座布団1枚。山田君持ってきて。山田君、
ランが来たよ、うん、博多の塩牛とか塩言います。はい、じゃあ3、2、1、やっぱりディオ。おお、なるほどね、なるほど。はい、じゃあ次、はい、行きましょう。どんどん行きましょう。3、2、1、枕はパシャ。おお、攻めたね、攻めたね。あ、パシャっていうのは地方の人は分からんと思うけど、歌舞伎町にある今、まあ、絶対に歌舞伎にいる女の子見せたら、ああ、ああってなる。そう、ラブホテル、ラブホテルの名前、ちょっと高い、ラブホテル、ちょっと高い。うん、そうって俺行ったことな、なんだっけ。いや、一緒に行ったやんけ。それ黙ってけって言ったはい、言うなってたろ。3、はい、2、1、パシャより愛。おお、はい、これもラブホテルですね。はい、あの地方の方分かんないと思うけど、はい、はい、じゃあ続けて、はい、3、2、1、いけるならシャンパン。あ、ねえや、ドラマで好きやろ。炭酸抜けてるわそれ。もうオープンしたてにもう待って待って、はい、じゃあ滑るの数って言ったやつ誰やねん、ほんまに、ほんま明日も滑るの数ほんま、お前んちの、お前んちの犬ほんま散歩しちゃうからな。いいっすか。はい、行こう。3、2、1、なんかゆえカズ。ああ、まあ待て待て、今溜めてるから、今俺巨乳って書いてるからさ。やばいやばい、俺今巨乳って書いてるから、ちょ待ってな。でもね、ネタ切れなんですよ。ネタ切れ。オッケー、あ、できた。はい、じゃあ行きます。3、2、1、巨乳とデート。巨乳とデートってちょっとよくね。だから男と話しとって、え、あ、じゃあ俺デートやねん、嘘、マジ誰とって巨乳って言ったら、ちょっとうわ羨ましいってならん。確かになるやろ。ちょっと俺ら2連チャンで行こうか。いや、まだ何やねんこの試験は。まだごめん、パーツ見やすい。 あ、次ラスト、ラスト、はい、これ終わった、終わったね。はい、はい、じゃあ、はい、はい、家之助、はい、最後、はい。お題、お題変わった。変わったよ。あ、もう一回もらっていいですか、今変わっちゃった。あ、もう一回もらっていいですか、今。あー、なるほどなるほど。ローソンの曲ね。ローソンのやつね。これローソンでよく聞くやつやんね。しょもないかーず、あ、いつかも来た、ファミマや。もう前回に引きずってるやん、そう、ファミマね。はい、いや、またアコム書いてちゃうからね、これ。ファミマ入った時になるやつ。はい、3、2、1、はい。リオグルは楽しいよ。はい、はい、ありがとうございます。ヤリゾンって言葉知ってる？いや、分からへん、今のか。はい、はい、次メガネ君、派手そう。うるせえな、てめえ。はい、行きましょう。失礼しました。はい、どう、はい、3、はい、ファミマ、はい、1、明日はリオグル寝かさないと。なんか無理やりこじつけた。無理やり行ったね。どんだけ無理やり行ったね。はい、ホスト君、明日はコメントで、うまいこと言うのやめて。明日は雪、うん、そうやね、コメントの子は考えられるからね、うん、はい、じゃあ次、はい、誰直したの。ゆうのすけね。はい、行きましょう。3、2、1、のすけはビル大好きだ。かわいい。あ、すいません、もう一回流してもらっていいですか。もう一回そのまま、じゃあ、つばっちに行って、はい、もう一回お願いします。はい、3、2、1、つばっちの目見て。のすけはビル大好きだ。キリン朝日、それともスタイルフリーいっぱいありますけど、どうされますか。キリンで。これ難しくないおかしいでしょ、お前。まあ、とりあえず、まあ、俺、1個面白いけど、はい、じゃあ書いて、うん、あ、行く、あ、いいよ、そのままいいよ。あ、じゃあ、流してください。行きます。3、初回指名いくらかな。1、いや、言えや。あ、お客様、何にされますか。いや、店員か。ファミチキ一つ、やかましいよ。あ、うちセブンイレブンなんすいません。やかましいよ。やかましいよ、おでん一つ、やかましいよ。うん、はい、じゃあ次、はい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 、3、2、1、ラン翼かず
ゆうのすけなんで自分入ってなんでゆうと入ってない俺入れなかった、はい、じゃあ次俺行くわ。おい、だからまだ俺巨乳やと思うやろ、巨乳やと思うやろ、思うやろ、巨乳、巨乳入れてくると思うやろ。はい、行きます。3、2、1。やっぱり女はティーバックオン、そこ攻めるのよしてやかましいよ。はい、俺のが一番うまいと思った。はい、はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。3、2、1。いけるならやっぱりシャンパンだ。はい、逮捕ということで、はい、はい、はい、終了ということでね。はい、はい、じゃあコメント拾っていきましょう。はい、最後シャンパンで終わったね。あ、音楽なんか適当になんか俺が好きそうな曲流してもらって。ノリノリやん、好きなの。やべえや、これ。はい、じゃあつばっちいない。はい、初回システムを教えてください。初回はですね、うちは3002時間でやってます。3002時間。そうなんだ。はい、なんでいつでもお越しください。初回指名いくら、あー、これのっしゃやね、のっしゃやね。おっと、ちみたいなことだ。偽のシステム、どういったことだ。料金システムってことだな。うん、それはね、担当ができたら教えてくれるんで。はい、担当次第でね、変わります。変わるんでね。はい、もうすごいもじってくれてるやんね。え、リオのデブはね、ねえ、カズってね。あ、ごめん、ユノスケやった。リオのデブは、俺が出る。初回指名も値段は人で変わります。そうね、人で変わります。僕に、僕だったら3万円で収まります。そうね、まあみんなだったら3万かな。だけどよ、もうほんと限界ってなったらまあ2万で我慢してあげるよみたいな感じ。だから俺来てくれたのお金払う。うん、そんな感じ。逆に初回指名で行きたい。お、初回指名はって言ってくる。誰で行きたいの。誰で行きたいの。ぶっちゃけ誰で行きたいのかなっつってね。うん、はい、気になるな、誰で行きたい、ね、ほら、はい、言わへんということでね。それだけはね、そういうとこね。うん、やっぱね、女の子のやらせが出たね。誰が一番人気。いや、それはみんなそれぞれ人気やもんね。上飛ばしたな。上飛ばしたな。え、上どれ。スバッチに会いに行きたい。飛ばしたな。え、今しょうもない、しょうもない。ごめん、全然見えんわ。しょうもない、しょうもない、もういいって。もう毎回毎回。ああ、来た、俺ら。おお、まあいいか。これは誰か、これ工作員がおるな。ちょっとはゲストを立てんかよ。おい、スバッチに会いに行きたい。ちょっと、あ、カズ来た。え、マジで。初回指名来たいって。ああ、全然。31年目の枕するよ、俺。うん、やるやる。何その、なんか11番目のターゲットみたいな感じ。いや、さっき今年じゃなくて30年目の枕言うたからさ。そう、あ、そういうことね。そう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 。はい、ゲストに容赦ない放送。あ、本当だよね。まあまあまあ、まあそれがリオの良さやからね。まあね。うん。お、ということであと1分ぐらいになってる。早いな。ね、まあ最後ちょっとバースデーやってみて、ちょっとそのなんかどうだったかなって。みんな来てくれてありがとうございました。よっ、よっ、ありがとう。まあこれからもリオグループ、まあリオ寝かさないとよろしくお願いします。よっ。ありがとう。はい。ということでね、まだね、今月はそっか。もうないか。うん、まあまたね、バースデーとありましたらね、宣伝させていただくんで。まあ今日はね、このメガネとね、ジャニーズの顔見てね、まあ癒されてくださいってことね。ラクサすごくない？赤いしな。ラクサすごくない？女は顔じゃないよ。ここここってことでね。はい、それでは再来週もね、はい、見てくださいってことで、はい、いきますよ。来週も寝かさナイト。じゃあね。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田でーす。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。アプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデーす。ゆってぃじゃ番組が盛り上げるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない。イエーイ、見てねー。